ヘラビーサにいる間はゴーマに襲われる心配はしなくていいぜ。ここは聖領の一等隊ましテレサ・リナレス様が守る町だからな。へえ、大した人なのね。そう、小説の隊ましと称えられるお方だよ。氷のように冷徹で雪のように可憐、まさにヘラビーサにふさわしい秩序の騎士。この町がかように白く美しいのはテレサ様がおられるからこそなのだ。正しき秩序を乱す者は人もゴーマもあの方の一別で魂までも凍りつくだろう。いかにも対魔師って感じね。俺もあの冷たい瞳で汚れたものを見るように見つめられたい。テレサ、マイラブ。こんなのを放置してるってことはまるで隙がないわけでもなさそうね。掘り出し物を見つけたぞ。ひどく錆びていたが研ぎ直してみたらなかなかの技物だった。まさか投げ売りの品にそんな上物が混ざっていたとは。勉強させてもらった。それはあんたに送らせてもらうよ。ありがたい。で、手伝ってくれるの？もちろんだ。そっちの守備はどうだった？なるほど、ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえずダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか？わしもなかなか忙しい身でな、裏切り者を探さんといかんのじゃ。それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなおさら危ないな。お、ヤクがいる。知ってるか、ベルベット。ヤクの尻尾は最高級の兜の飾りになるんだぜ。へえ、興味ないけど。俺の実家にもヤクの尾を贅沢に使った見事な兜があってな、よく噂されたんだ。乱月に過ぎたるものが二つあり、ヤクの兜に立ちゴーランってな。あんたの家って嫌われてるのね。あ、そうなのか。心当たりはなきにしもあらずだが、まあゴーマが気にすることじゃないな。聞いたか、商船組合のダイルって航海士がゴーマになったそうだ。仲間の船員を食い殺して逃げたんだとか。ゴーマ病が町の中で、どうしましょう。心配はない、すでにテレサ様が対処されている。そのダイルとかいうやつもすぐに退治されるだろうさ。ゴーマになってしまったらもう人間には戻れない。殺すしかないのよね。むしろ殺してやるのが救いなんだ。ゴーマは人の心をなくしちまった化け物なんだからな。そうよね、そんなのもう人間じゃないものね。人間じゃないか。一丁目の提案は分かった。我が三丁目と連携して二丁目を打とうというのだな。いかにも遠行近行の刑だ。なんだか物騒な話をしてるな。敵の敵は味方か。確かに貴公ら一丁目と我ら三丁目が手を組めば二丁目の命運は極まる。面白い策だ。一丁目との同盟承諾しよう。おう、これで今年のヘラビーサ子供雪合戦の派遣は我らのものだ。いざ名役の杯を交わさん。ずいぶん本気の雪合戦だな。くくく、一丁目に遠行近行の刑を授けたのはこの私。これで二丁目なきやと一丁目と三丁目は総力を挙げて雌雄を決することになる。消耗して勝ち残った方を我ら四丁目が打つ。これぞ漁夫の利、二個教職の刑なり。子供の世界も甘くはないな。まさに合戦ね。うう、寒い寒い寒い。普通の寒さじゃないよこれは。そりゃあヘラビーサは北国だけどね、私が子供の頃はここまで寒くはなかったよ。寒さも雪も氷もこんなにひどくはなかった。ああ、
あそれは間違いないよ。こういうのなんて言うんだっけ、慣例化。そう、それ清涼も世界が慣例化してるって言ってるよ。おかげで防寒着も余計にいるし、巻き台も雪かきも大変だよ。まったく、その慣例化ってのは誰がやらかしてるんだい。少なくとも私のせいじゃないわね、それは。立派な船ね。だろう。王都のあるミッドガンドリオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか、遠石ってのは清涼が開発した新しい爆薬の原料でな、そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬、物騒ね。物騒だが必要なものだ。豪魔もだが人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えてヘラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船王都に行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には清涼の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが清涼が決めた規則だ。人間が生きていられるのも清涼あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。やれやれ、どこまでも氷と雪ばかりだな。寒いの？いいや。お前はへそでも冷えるのか？別に。っていうか、どこ見てるわけ？おっと、すまん。そういうつもりはなかった。そうか。お前はまだ恥じらいとか、そういう感情が残ってるんだな。お前はって。じゃあ、あんたは？ああ。人間らしい感覚がだいぶなくなってる。ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないがな。相変わらず浸水もうまいのもありがたい。そう。お、こんな場所に花が咲いてる。けなげだな。プリンセシュ。おお、なかなか雅な名前だな。姉さんが大好きだった花。そうか、全員担当の土地に着いたか。はい、皆準備を整え例の時を心待ちにしています。間もなくだ。よろしく頼む。もちろんです。あなたなら必ず成し遂げられますよ。いよいよだよセリカ。俺はお前たちのためになさなければならないことをなす。ああ。どうしたベルベット。あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフィセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。ああ、そうだといいな。よくもあんな嘘。そういえば花には花言葉ってのがあるんだよな。
こいつのはなんて言うんだろうな。裏切りよ。ほう。居合わせてよかった。でも次に襲撃があったら。タイマシ、まさかダイルが。違うわ。トカゲのゴーマじゃない。なんで泣いてるの？これは現実を噛み締めていただけです。辺境では未だゴーマの被害が絶えない。それは清涼が警備を放棄しているせいです。全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが清涼の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でもこれが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。清涼巡察官一等隊魔士エレノア・ヒュームです。ご用件は？ヘラビーサで人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。タイマシの人、帰った？おう、帰った。よかった。これで食べられない。食べられる？知らないよ、ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。絶対言っちゃダメだよ。これあげるから。わかった。約束だ。北の洞窟か。しかし意外にタイマ氏は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか？しない。何の味も。ん？手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。清涼の巡察官か。王国の各地を回ってゴーマ対策の状況を確認したり、タイマシたちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか、志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん？ただの一般論さ。立派な役だ。なかなか愛嬌のある顔してるな。顔、近づけない方がいいわよ。お？なんでだ？そうなるから。ヤクは食べたものを反芻しながら消化する動物でな、むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ。家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反芻したくない臭さだ。
さん！よし、今のはなかなかいい立ち筋だった。明日はもっと早くだな。いい加減なゴーマかと思ったけど、案外そうでもないのね。この村はヘラビーサに比べて随分錆びれてるんだな。ここは聖霊の命に従わなかった者、罪を犯した者、秩序の枷に馴染めない者、今の世界に捨てられた者たちの村だからな。聖霊の管理が及んでいないってことか。秩序を乱した罰は追放ってわけ？そうだ。もっとも聖霊は断りと呼ぶだろうがな。あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来姿を現した大魔師たちは溢れたゴーマを制し人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。実際に治安が保たれているのは限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して大魔師の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張る奴は切り捨てる。なるほど、断りだな。そうだろうが、情がなさすぎる。聖霊は万事それだ。人間は家畜でも機械でもない。だからわしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。人間もいろいろだな。肝心なのは大魔師が万能でも無敵でもないってことよ。待て、孫が世話になったようだな。脅してたんじゃないわよ。分かっている。お前たちは旅を続けるんだろう。これを持ってけ。ささやかな礼だ。料理できたわよ、一応。よし、腹ごしらえはできたな。一つ聞いていいか？好きにしなさい。嫌なことは答えないけど。さっきの話だがな、もしかしてお前味を感じないのか？ちゃんとわかるわよ、血の味だけはね。それ以外は？何も。満腹感も感じないみたい。見たいって、初めて食ったように。初めてよ、ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ今まで何を食ってたんだ？わかるでしょ、あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ、私がそういうゴーマってだけだから。レシピがあれば料理自体は作れるし、味なんかどうでも構わないし。そうか。戦う力は維持できる、それで十分よ。そういや、さっきの武器屋の親父が神水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに飲んで平気なの？一杯引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん、使うだけだ。お清めでもするつもり？そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな、刀身と柄を止めてる目くぎが緩まないように戦いの前には湿らせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。そういうゴーマなのさ。この岩壊せそうね。お前強引だな。無茶でもないでしょ、お互いゴーマなんだから。それもそうか。おお、岩転がって足場固まるだね。何その変なことわざ。剣さばきはさすがね。いや、まだまだだ、この程度じゃ。あんたってどういうゴーマなの？夜叉だよ、戦いの鬼神だ。戦いの鬼神、通りで
ベルベットこそ何なんだ？随分変わったゴーマみたいだが。クーマよ。クーマ？聞いたことないが、どういうゴーマなんだ？敵を食って力に変える化け物。それ以外は知らない。ふん。女で敵を食らうというと、鬼ババの一種かな。はあ？今の顔、ちょっとそれっぽかったぞ。お前の剣技、どこの流派だ？誰に教わった？我流よ。それにしては立ち筋がいいし、基本もきちんとしてる。それなのに、いきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だから、我流って言ってるでしょ。あんたこそ、何なのその二刀流。命の太刀とやらを抜きもしないで。抜かないからいいのさ。はあ？それも蘭月家の教えってやつ？おう。借りたものは返す。すべてはそのためにある。わけわからない。お前、味がしないって言ってたが、匂いはどうなんだ？なんで？味覚ってのは嗅覚とセットみたいなもんだ。鼻をつまんで食うと味がわからなくなるだろう。匂いは人間だった時よりも敏感かもね。あんたは違うの？俺も五感は鋭敏になってる。しかし、匂いはするのに味はしないか。お前は自分のことをクーマと言っていたが、随分寂しい食生活だな。そういうあんたは何を食べてるのよ。主に浸水だな。飲み物じゃない。寂しいのはあんたもでしょ。バカを言うな。浸水ほど奥深いものはないぞ。素材も製法も千差万別。甘いも辛いも融通無下。舌の上に広がる熟成された味わい、鼻をくすぐる芳醇な香り。お子様にはわからん世界さ。あっそ。ゴーマになって以来、回るのが早くなったのがたまに傷だがな。ゴーマの味覚って。タイマシ。うっかり落ちたのか？こいつに落とされたか！呪い！いざ前！効果陣！こいつが例の殺人犯だな！ヘラビーサのクソ野郎どもが！インフェルノブルー！俺を借りに来やがってた！そのようね！捕らえられまい！まだ死ねねえ。奴らに復讐するまでは！復讐？俺を殺そうとしやがった組合の草どもにだ。密輸の責任を俺に押し付けやがって。密輸は組合がやってたってこと？そうだ。俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが。そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて全員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマシがいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けて、あんたは死んだと報告する。
そうすれば大魔士たちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは船を修理するためで、私が出発した後騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。ところでお前ら、どうやって俺を見つけた？偶然よ。勘が当たっただけ。俺の生まれたのは何もない陰気な村でな、そこが大嫌いで船乗りになったんだ。だがこのざまだ。生まれ変わったら俺は二度と故郷を捨てねえよ。そう。いいんだな、これで。こっちに追っ手がかかるのも時間の問題よ。同情してる余裕はないわ。ここ何年かは白い雪が降って助かるわ。雪が白いのは当然でしょ。ブー、ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。近くに火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな火山だから、遠石もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうか、そこでしか取れないんだって。キララウス火山、なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことはあるか？ないわ。見た経験も興味もね。これはダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった、船大工は手配する。浜辺でお茶を。おいベルベット、いい機会だからブグ屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ、故郷ではやってなかったから。ならなおさらちょうどいい。やってこうぜ。ちょ、あんたって結構強引よね。おう、推しの弱い男はモテないからな。これが装備の強化だ。わかったか？一応。けど、なんか面倒ね。一見な。だが、何回かやってコツを覚えると、ハマるぞ。強化と分解を工夫すれば、独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる？そうだ。この先も戦うつもりなら、ブグヤでの強化は必須だぞ。推しの弱い男がモテないように戦いの準備を怠る奴に勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら使いこなしてみせるわ。あいつにたどり着くために。